本番いきます。よーカメラ OK 音 OK 役者 OK よーさあ、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの佐藤です。場所を選ばず軽くて荷物にならない小型カメラに興味はございませんか？様々なメーカーからローファー監視用カメラが発売されていますが、今回紹介するカメラは機動性抜群、どんな場面でもすぐにセッティングすることができる接続簡単、ちょっとおしゃれなキューブ型小型カメラを紹介します。ぜひ最後まで動画をご覧ください。開封の儀、こちらでございます。正面裏開けていきます。取説すべて日本語表記。まずは小箱から、カードリーダー、 USB とマイクロ SD カードが入るスロット、リセットピン、取り付け用の金具、マイクロ USB、 粘着シール、取り付けパーツ。こちら本体、なんか近未来デザインっぽくてかっこいい。単体の重さ 78g、 このパーツをつけると 104g。 正面サイド、本体にはカメラスタンドが付属、工事が不要で壁、天井、机の下などどんな場所でも簡単に設置をすることができます。こちらの取り付けパーツと本体、ここをこうやってくっつけることができます。でさらにこちらですね、はい、こちら、おお、はい、とてもかっこよいです。ぐるぐると回すことができます。でこの裏にですね、先ほどの粘着シートがありますので、もうずっと固定する際はこの裏にですね、こちらを貼って取り付けることができます。とても便利です。もう壁取り付けとかいろいろできますね。はい、こちら換気扇です。磁力があるので貼り付けることができます。 PC の裏にも向きも、はい、ちょっと重さの具合がありますけども、こんな感じで貼り付けることができてしまいます。カメラのスペックについて、こちらのキューブ型カメラ、広角126度 4K 高画質レンズを採用。こちらがレンズでございます。気になる解像度は 2304×1296、 フレームレートは 30fps、 動画フォーマットは MP4、 映像収録と一緒に音声の記録にも対応しています。こちら本体にはマイクとスピーカーがなんと搭載されています。3つの使い方について、こちらのキューブ型カメラ、一番簡単な直接本体のみで操作をする場合は背面の電源スイッチを押し、モード切り替えをただ DV に切り替えるだけ。はい、本体裏返しますとこちらでございます。今回は手持ちの 128GB、 こちらのマイクロ SD カードを使って録画をしていきます。ここですね、真ん中のボタンは電源オンオフ、こちらは Wi-Fi と DV です。でこの上の一番ちっちゃいボタン、こちらはですねリセットボタンです。まずは電源をオンにします。そしてこの DV に切り替えることで点灯しました。はい、録画開始です。電源を切るときはこちらオフに切り替えます。はい、というですね、一番簡単な方法がこういったスマホを全く使わずに本体のみで録画をかけることができます。こちら指示ランプが緑色に点滅したまま、動体検知より動くものを捉えた瞬間、録画が開始されます。ちなみにこの動体検知に関しては約5分間自動保存ができます。続きまして、アプリを使う場合、アプリはですね、アルファベット OKM、 アプリは OKAM です。というわけでこちらを入手していきます。無料のアプリです。ここにアプリが入りました。こちらですね、アカウントの作成が必要となります。こちらにパスワードとか、ここまでが登録です。続きましてですね、このカメラをですね接続していきたいと思います。新しいデバイスを追加、設備の電源が入ってから設備本体にある QR コードをスキャンしてください。はい、自動音声が流れてとても分かりやすいです。デバイス本体にある QR コードをスキャンします。というわけで、設備の電源スイッチをオンにし、リセットボタンを5秒ほど押し続けください。設備から音声が流れるか、設備のランプが点滅してから次へをクリックしてください。オンにして Wi-Fi に切り替えます。でリセットボタンを押します。点滅しました。次に接続する Wi-Fi を選択してください。 QR コードを設備のレンズに向けて、設備がビーッという音が出るか。15センチ、おお、来ました。
ました。はい。では、とりあえず Wi-Fi カメラ維持でいいでしょう。体験開始。バインド中。来るか、映像。来たー！ありがとうございます。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。このような形でございます。はい。映像、映っておりますでしょうか？じゃあ。はい。はい。というわけでですね、アラームいきたいと思います。サイレンいきます。続きまして、手動撮れる、写真撮れる。はい。イエス。はい、はい、はい。通知エリアを設定する。あー、ここでもまた通知エリアを設定することができると。おー、すごいな。これ、機能すげーな。上下反転。お、めっちゃ楽やん。さっき切り替えなくてもよかったじゃん。これ押すと？はい。おー、どうでしょうか。こんな感じでございまーす。カメラ OK、音 OK、役者 OK。よーし、スタート。この Wi-Fi モードを一度設定すると、少し離れたところからの遠隔監視だったり、双方向通話、ナイトビジョンの設定など、他にも複数人でリアルタイムの映像をシェアすることもできます。ちなみに、この Wi-Fi 環境がない場合、なんと AP 接続にも対応しています。近くにあるホットスポットを利用して、同じくこのアプリで操作をすることができます。長時間録画について、こちらの本体、低消費電力チップを採用、2300mAh の大容量バッテリーが内蔵、フル充電は約4時間、通常8から9時間連続撮影を行うことができます。録画のマイクロ USB、こちらで本体を充電します。映像はマイクロ SD カードに保存されます。また、録画データがカード容量いっぱいになってしまいますと、古いものから順次上書き録画がされていきます。暗視録画について、本体についている6個の不可視赤外線ライトが内蔵されています。こちら、取説を見ると、まあメインのレンズなんですけども、ここに123と、赤外線ライトがついているのですが、見えますでしょうか？見えないですね。しかしなので、赤外線ライトがついている時も、ピカッと光ることはありません。この赤外線ライトは、周囲の明るさによって、暗視モードに自動切り替えをしてくれます。肉眼では捉えることができない、暗闇の中での映像を収録をしてくれます。暗視録画、機能を見ていきたいと思います。はい。というわけで、はい。今ですね、超真っ暗闇でございます。はい。いかがでしょうか。めちゃめちゃ暗いでございます。はい。いかがでしょうか。ぶつかりすぎだ。キューブ型監視カメラ、いかがだったでしょうか。こちら、小型監視カメラとして、空き巣や会議記録、防犯対応の証拠として、証拠を記録することができるキューブ型小型監視カメラ。設置場所も、自宅、お店、会社、倉庫、コンビニ、庭など、どこでも設置することができます。Wi-Fi 接続、ホットスポットがあると、Wi-Fi 接続をすることで、離れた会社や自宅、旅行先からでも、リアルタイム映像をすぐに確認することができる、こちら、便利な小型監視カメラです。ちなみに、このカメラ、複数台用意することで、なんと、1台のスマホで、そのカメラの映像をすべて、視聴することもライブ映像として見ることもできます。そんなわけでオフィスだったり玄関ガレージなどに設置をしていくことで1台のスマホで各所の状況を随時確認することができます。このキューブ型カメラ、こちら気になった方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。いろんな監視カメラをレビューしてきたけど接続がめちゃくちゃ簡単で操作がとても直感的で監視カメラジャンルとしてかなりおすすめなカメラです。本番いきます。よー、おー、どうでしょうか。こちらでございます。えいっ、おー